成長したな。まだ来る？決着をつけよう、最下の剣士。どうせ！私はあんたを！この憎しみを食らう！無駄だ！無駄だ！諦めろ！私は世界の痛みを止めねばならんのだ！戦艦となってな！あ、やっぱ食らったよね。食らうよね。お、絶対に諦めろ。まるで英雄のセリフだな。あの日兄さんがかけてくれた言葉よ。開門の日のか。ベルベット、あの日からの朝は嘘なんだよ。俺はずっと思っていたんだ。死んだのがセリカたちでなく、お前たちだったらよかったのに、と。私もそう思う。もしそうだったら、きっと兄さんは私たちのために世界を救ってくれたもの。救いたかった。悔しいな。さようなら。終わったな。お腹すいた。お腹すいた。お腹すいた。いいや、まだじゃぞ。お腹がすいたよ。ヘッパーボイス。沈めの力の暴走。制御する奴がいない。やばいぞ、これは。今ならまだ殺せる。待って、私がやる。僕は我慢したんだ。怖いのも痛いのも。知ってるわ、苦い薬だって飲んだし、したいことも食べたいものも我慢した。なのになんで邪魔するの。嫌いだ、お姉ちゃんなんて。頑張ったね。もう我慢しなくていいよ。一緒に眠ろう、ラフィー。お姉ちゃん。ベルベット、何を。
そうか、ベルベットは永遠に己を食わせカノヌシを喰らい続けるつもりなんじゃ。互いを喰らい合う無限の矛盾と化せば生きたままカノヌシを封印できると考えたんじゃな。ダメだよそんなの。カノヌシを殺せばその一部の私もフィーも死ぬ。私は自業自得。でもフィーは。僕もいいよ。ベルベットと一緒なら死ぬのなんか怖く。ポチャンプルだっけ。ええ、死になさい。食べて生きてしたいことを全部やった後に。本当に勝手よね。私はわがままで醜い人間けど、あんたはそんな私を救ってくれた。まっすぐな優しい力で。違うよ、ベルベットこそ僕を。ねえ、あんたも見てきたよね。人間はいつも必死で、だから間違ってしまう生き物なの。あの兄さんでさえ。だからお願い、あんたは生きて。私がめちゃくちゃにした世界を、私みたいな弱い人間をどうか助けてあげて。これが私の最後のわがままよ。そんなのずるいよ。本当にごめんね。聖書だ。今頃お出ましとは他人事じゃのう。そうでもない。カノヌシが欠けてしまっては我らの力の均衡は崩れる。治水火風が激しくぶつかり合い、世界は数万年間再構築されることになる。そんな破滅を防ぐには代わりの聖書が必要だ。力と意志を兼ね備えた精霊がな。なるよ、僕が代わりに。待って、ライフセット、そんな簡単に。聞いてやろうぜ。貴様はカノヌシの一部だ。力に不足はない。だが問題は意志だ。何時がこの世界、何を望み、何をもたらす。僕はこの世界にもたらしたい。心をあふれさせてしまった人がやり直せる明日を。どこまでも飛ぼうとする人たちが翼を休められる時を。強くて弱い人間が、怖くて優しい人間たちがいつか空の彼方にたどり着けるように。やってみるがいい、新たな聖書よ。世界に白銀の炎を。
ベルベットはもういないんだよな。地上に戻った。光のドラゴン、やれやれ、ベルベット譲りの無茶じゃの。ああ、ライフセットや。ああ、ライフセットなのですか。でも、なぜ力を使い果たした。それが聖主の姿、そしてお前の覚悟の証なんだ。制約、制約、うん、怖い、エレノア。いいえ、男ぶりが上がりましたよ。さっきの炎がお前の聖主としての力か。あれでなくなったのかや、うん、ゴーマも汚れも全部。いや、俺はゴーマのままだ。あらら、白銀の炎は溢れた汚れを払ってゴーマを人間に戻すことができる。でも心を変える力じゃないから。ああ、やり直す可能性を与えるだけなのですね。すまん、俺の業は深すぎるんだな。いいんだよ、それが六郎なんだから。優しいな、お前は。やれやれ、大魔師はほとんど消え、人の業は混沌のままということか。先はなかなか困難そうじゃな。そうだね。でも未来を願い思う。人の祈りも消えないよ。言うな。精霊に意志が戻った。お前の理想に力を貸す者たちも出るだろう、うん、私も人々に伝えます。世界に聖主ライフセットの加護があること。その名前はちょっとこの姿には似合わないと思うから。うん、ベルベットがくれた名前ですもんね。じゃあなんて呼べばいい。エレノアがつけてくれたマナで呼んで。生きるもの、ライフセットを古代語にした僕のマナは。マオテラス。ということで、クリアだ！ベルセリア、お疲れ様でした。はぁ、面白かったー。もう最後さ、ベルベットがさ、ラフィーにさ、頑張ったねっていうとこ、あそこやばかったわ。ちょっと泣きそうになった。はい。これでね、新しい聖主ね、ライフィセットになって、でまた再構築していくわけなんですけれども、でそれであれでしょ、何千年とか、まあ、何百年とか経った後にゼスティリアの話なんでしょ。まあリンクしてきそうですよね。そうだよね。
いやー、やっぱ最後はなったか。ライフィセットがいなくなるか、ベルベットがいなくなるか、もしくはどちらもいなくなるかって思ってたんだよね。エンディングとしては、まあ、ハッピーエンドあんまり望めないだろうっていうのをいつぞやかの動画でお話ししたと思うんですけど、まあ予想通りになっちゃったな。悲しいな。まあでもね、希望のある終わり方でしたよね。ライフィゼット最後光のドラゴンになってね、まあ聖書の姿だって言ってましたけれども、うん、あ、喪失感すごいわ。ベルベットの、はあ、いやさ、こうさ、死闘の果てにさ、最後一緒になるっていうのはなんとも切ないよね。うん、アルトリウスも死んだのがセリカじゃなくてお前たちだったらって。いや、残酷な言葉よ本当に。うん、まあ確かにベルベットたちがセリカ姉さんじゃなくて死んでいたら、こう誰ともぶつからず、復讐とかさ、絶望っていう気持ち味わわずに世界を救うって方に向けたのかなって思うけど、いや辛いって。この終わり方、いや面白かったな。なんかそう、アライズとはねまた別の方向のエンディングだったんですけれども、なんだろうな、まあ、ベルベットがいなくなった世界、まあ、ラビゼットもそうだけどさ、まあ、ギルーとかアイゼンとかもさ、なんか変にメソメソしてなかったから、ベルベットなんでみたいな感じのことなかったから、まあ、よりね、ちょっと前を向けそうというか、そんなにね、ロスっていうのはないかな。そう、これからこの人たちがね、また世界を作っていくんだな、みたいな。なんか結構ね、まあ、泣きそうなシーンたくさんあったけど、エンディングまでのあのムービーの間でね。いや、なんか思ってたよりは、ここにダメージはないです、私は。いや、でもね、素晴らしいエンディングだったし、ね、全体的にクオリティ高かったですね。面白かった、やってて。うん。そうだね、まあ、バトルとかはね、まあ、私、基本的に単細胞生物なんで、結構複雑だったかなっていう印象は正直あるんですよ。まあ、でも、レベル上げしたりとか、もうどうにかね、私でもなるぐらいだったね、難易度ノーマルだったら。まあね、セカンド以上とかだったら、さすがにね、ちょっといろいろテクニック駆使しないと難しいかなと思うんですけども、まあ、ノーマルぐらいだったらね、全然私の脳筋プレイでもいけたんでね、はい。そうですね。もういいところはもうほとんどな中でね、まあ少し気になった点をお話しすると、やっぱりマップ移動かな、ちょっと原始的だったかなっていうのは正直思いますね。うん、なんか、まあ、エクシリアと比べちゃうとちょっと申し訳ないんだけど、エクシリア本当にね、ボタン1個でファストトラベルできたのに対してね、ちょっとベルセリアは少しワンステップツーステップぐらい必要だったっていうのが、まあ、後々になってね、ちょっと気になってきたかなっていうのはあるのと、あと、決戦時代イベント、やっぱりあれかな、2パートぐらい前のスキットだったのかな。ね、そこで少しイベントをしっかり作ってくれたら嬉しかったかなっていうちょっと個人的な願望と、あとイベントがね、まあ、大事なイベントに関してはしっかりね、3D グラフィック、3D のキャラ使ってあったんですけど、まあ、基本的には、キャラ一人の中で、会話が繰り広げられるというか、ベルベット一人だけ表示した中で、で、他のキャラたちも一緒に話し始めるみたいな。そこがね、なんか少し、まあ、イベントの量がその分多いからね、全部カバーするっていうのは難しかったのかも、かなとも思うんですけれども、はい。そう、なんか、まあ、サブイベントできれば 3D のキャラが動いてくれたら、できればほとんどのイベントに嬉しかったかなっていうのが少しあるんですけども、まあね、誤差の範囲なんで、個人的な願望なんでね、もうでも全体的にはね、もう、かなりいいゲームだったかなって思います。うん。最後ね、ラフィーとベルベット消えていくシーンがね、なんかアビスのルークとアッシュを少し思い出してね、ちょっと切なかったなぁ。いやでも私がやってきたテイルズの中でも、
結構トップに来るかな。いや、なんか嬉しいですね。アライズもかなり好きな方だったし、ベルセリアも好きな方だったし、え、なんか BGM が穏やかになった。まあでもね、まだまだ、あ、でも今回で最終回迎えますけれども、まあね、クリア後いろいろあるのでね、サブイベント、音声イベントはまだ見てないし、はい、まだこれ以降私は動画を撮るんですが、まあね、あの実況の動画としては今回で最終回とさせていただこうと思います。はい、あれだね、テイルズ一番まだやったことないよっていう人に一番最初に勧めるのはベスペリアかグレーセスだけど、テイルズのテイストを好む、あ、このゲームの感じ好きやわって思ったら次に勧めたいのはベルセリアかアライズだね。いや、よかった。あの、ね、キャラみんな良かったんだよな。仲間キャラめっちゃ好きだもん、ほんと。なんか、あの、全体的にね、癖が強い子、あの、ばっかりだったんで、ベルベットも含めて、はい。そう、あと、あの、裏切りキャラね、の、なんだろう。あの、自分裏切りましたっていうカミングアウトからね、あの、そのキャラに対する処遇、そう、あの流れもね、めっちゃ好きでした。うん。そうそう、なんかベスペリアと同じぐらいのスッキリ感があったよね。BF がごめんなさいっていうの。うん。なんかあの人の、感情の書き方がすごい丁寧だったし、なんか変にね、ヘイト集めるような描写もなかったので、本当にね、なんか丁寧に作られたゲームだなっていう印象あって、とても楽しかったです。やっぱりね、キャラ好きになれるのは大きいね。うん、RPG は。それだけでもう進めたくなるもんね、本当に。ベルセリアの味方キャラ、あの、こいつ嫌い、このキャラ嫌いっていう人いないんじゃないかな。うん。他の方にも聞きたい。私はみんな好きでしたね。うん。まあ、かといって私、テイルズ全体的にそんな嫌いなキャラいないけど、まあ、何人かちょっとうーんっていうのは正直おりますが、まあ、ほとんどは好きになりますからね。はい。そうですね。まあ、ベルセリアはもう例にも漏れずみんな好きなんで、もう箱推しになったっていう感じで。あー、ニコちゃん。とか、ニコちゃんたちはもうベルベットが食らったから戻ってこないんですよね。そっか。なんかさ、イフ作ってほしいよな。いや、ありがとうございました。はい。ああ。ちょっとエンドロールでね、私このね、手書きイラストめっちゃ好きだから、テイルズのこのエンドロールのちょっと後で見返そうかなと思います。いや、好きだよ。ベルベット。いや、ベルベットもめっちゃ好きだった。愛してます。ありがとうございました。それは終わりではなく、混沌の始まり。人は果てしなく戦い続ける。あの人たちのように。あ、もう見えなくなったのかな。あ、そうだよね。彼方を目指して羽ばたき続ける。あの人たちのように。
笑顔と同じだけ涙を流し、君と同じだけの愛を抱きしめながら、世界はとても残酷で、ビーム可愛い。行くぞ。行くぞ。未来がどうなるかは神様にだってわからない。かわいい。ビーフ。おお、エピローグありがとうございました。あーゲームクリアおめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ保存いきますか。はい。やっぱエピローグあると嬉しいよなー、テイルズなー。アライズが確かなかったかな、エピローグ。うん、いや希望だよ、希望ですよ本当に。さて、じゃあちょっとクリア後、どこからスタートかだけちょっと確認しますか。クリアデータ。はい。私はね、これからちょっとクリア後のサブイベントをやっていくんですけれども、まあ動画としてはね、まあ先ほども申し上げた通りに、今回で、あ、ここからなのね、最終回とさせていただこうと思います。私思ったんだけどさ、エピローグ見て思ったんだけど、ちょっと待ってね。ベルベットとライフィセットを除いたこの4人さ、なんだろうな、再び、あ、まあ、アイゼンはもう見えなくなっちゃったけど、再びなんか集まるっていうのなさそうだよねって思った。うん。でもね、なんかね、それぐらいのなんかカラッとしたね、関係もこのなんかベルセリアの良さなのかなって個人的に思ったり。集まるにしてもさ、なんかこう、この4人から声をかけるんじゃなくて、なんかタバサとかさ、このダイルとかあの辺がさ、え、お前らさ、何年会ってないのみたいな感じ聞かれ、そういえばもう、かれこれ、え、もうすぐで10年みたいな。お前たちさ、って一緒に言うても命かけて旅した仲なんだからって、たまには一緒に酒でも飲んだらどうだみたいな。それでなんかようやく集まるみたいな。そんな印象があるなーって思って。でもね、それが私はすごい好み。うん。なんか変に、まあね、仲間の結束がね、強いグレイセスみたいなパーティーもめっちゃ好きだけど、逆にね、なんかこういうのも、かといってなんかギスギスではないんだよね。また違った関係性というか、うん、それも含めてなんか結構大人向けのテイルズだったかなっていうのは、はい、最後思ったということを申し上げて、はい、今回ここで終わりにしようと思います。いやー本当ね、まあ、これからねクリア後のサブイベントの動画も撮っていくんだけど、動画何本ぐらいになるんだろう。100本は超えそうかな。ね、かなりの対策で、ボリューム的にもクオリティ、内容的にもかなり大満足でございました。本当にね、見てくださった方、ありがとうございました。はい。
ちょっと最近ね、またいろいろテルズ以外のゲームもね、やりたいゲームいろいろあって、で、まあ、今ファンタジアやってるんですけれども、まあ、この後のね、ゲームちょっとテルズやるかどうかわからないんですけれどもね、まあ、まだね、ファンタジアっていうね、テルズありますんでね、引き続き見ていただける方はご贔屓にしていただけますとありがたいです。はい、ということでテルズオブベルセリア今回をもって最終回とさせていただきます。お疲れ様でした。また別の動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。あ、強くなってる！天元カムイアルトリウス。はい、ということで、じゃあこの、強化版アルトリウスと戦って、終わりになるということでね、この実況じゃあやっていきますか。やべえじゃん、全部に耐性持ってんじゃん。で、レベル128でしょ、いけっかな。ちょっと怖いけどやっていきましょう。これほどの絶望、そう、もう絶望よ絶望。一つ間違えば一瞬でごまかじゃぞ。これがいたでのユス様の意志の力。同時に本性よ。なあ、なおさら負けたくない。こんな絶望なんかに。アンビバレンス。あ、やばいじゃん。ちょっと待って、エレナー死んでる、エレナー。ちょっと待って。エレナー死んだらやばいです。じゃあ、私が壁になる。リッチやばい、ほんと。10度とミラーをレベル120いくつとかで倒したから、いけるやろって思ったんだけど、このレベルで。やばいが、これ150ぐらいないときついかな。よし。わあ！ライフボトルをください。やばい。怖くてちょっと近づけないのだが。おー、ようやくなんか1ミリぐらい削ったって感じ。てか HP が31万か、まだ1万ぐらいしか削ってないじゃん、やばっ。
半分来た。うぅ、いや、むずすぎるだろこれ。回復アイテムがね、ゴリゴリなくなっていきますね。まあ、でも攻撃避けてね、あのソウルゲージ貯めてって感じでやっていけばなんとか攻撃はできるけどって感じ、ね、こう半分溜まってからね、またいろいろ変わってきますからね。飛行機で何回か死んでるし攻撃のリーチが半端ねえんだわ。よし、行くぞ。あー、ちょっと待って、足な…ハードゼッペン、ぐー、二度刻み、痛え。ちょっと待って、何人死んだ。うわー、嘘、3人死んでんだけど。わーお、はい、ぜー、もうライフボトル4つしかないんですよ。だからここでベルベット生き返らせて壁にして、よいしょ、おい、お前の敵は私だよ。でその間にアイゼンに回復してもらってって感じで、よいしょ、 OKOK。これね、無属性攻撃連打だよね。よし、どこまで行けるか。ちょっと待って、アイテムを使ってほしいな。ライフィセット A のかな。よいしょ、怖い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 。よいしょ、怖い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 、やっと 40%。 いや、もう少しでね。いや、いい感じだよ、いい感じ、いい感じ。よし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 。時々ね、あのちょっとピヨる時があるんで、アルトリウス、その時にソウルゲージ金貯めてって感じで攻撃をしていけば連続性耐性の敵でも勝てる。あ、やばい、おあー、ライフボトルがもうほとんどないんだよな。だからあんまり使いたくないんだよな。だから HP が低い子たちを回復していくか。回復下し、回復下し、いやー、回復くれ、改善。くそ、もう嫌な位置にいるよな、ルトリウス。ありがとう、回復くれ、回復、ナイス、あった、うおー、リーチが、あ、よかった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 。あ、ちょちょ待って、
ちょっとなの、あとちょっと、あとちょっと、いい感じなのよ。エレノア、ちょっと回復回復回復。グレープゼミはね、いっぱいあるからね。おお、怖い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 、渦が怖いね。無極フラッシュ超無極幻影章、発進。あ、痛い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 、あ、やばい。剣波動絶賛。うおぉ、二度刻み。あの白い渦の後にあれか、多分あの飛行機飛んでくるんだなってこと。あんまり、あ、くる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 、あぶねあぶね。バカバカ、ちょ、逃げて逃げて逃げて、取って、怖い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 、よし取りました。いけるか、無率廃反、とどめアンビバレンス、容赦しない、消えない傷を刻んで果てろ、リーサルスピン。いやー、これちょっと集中してまうわ。ちょっと、いける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 、あとどんぐらい、17617、いや、いけるだろこれ。あー、ちょちょちょ、やばっ、復活要員がいない。ちょっと待って、ちょっと待って、行くしかない、これは一人で。よし、無理す、ハイハン、とどめアンビバレンス、そこだ、まだか、無理す、ハイハン、とどめアンビバレンス、そこだ、くらいつくす、いけ、せいや、とどめアンビバレンス、やったー、勝ったー、お疲れ様でした。死闘だったわ、マジで。で、経験値なしか、まあちょっと苦いですけれどもね。ということで、強化版アルトリウス、はい、突破したので、完結です。ありがとうございました。お疲れ様でした。疲れた。戦闘時間37分でした。